おはようございます。 R34 の吉谷さん、そしてナイト2000の久保さんということでございます。ミニカーもとっても楽しいですね。で、吉谷さん修理代20万ぐらいかかったということで、あーよかったですね。20万で済んで、まあ大変ですよね。20万ってのは通常車に乗ってて20万の修理代って言ったらとんでもない金額だということなんですけども、我々は20万っていうのはまあまあかかるよねみたいな覚悟の上ですよね。特に私たちは中古車に乗ってますんでね、メンテナンスは基本的に自分でやるもんだと思いますし、で車を買ってちょっと壊れちゃったよっていうことで、なんかそれをね販売者に対して詐欺だよとか思わないですよね。やっぱりこういう、まあいわゆるちょっと変わった車を乗ると、で基本的にはやっぱりアメリカもそうなんですけども、車っていうのは自分でメンテナンスするのが当たり前っていう風な感覚だと思うんですよ。日本車っていうのはね修理がしにくいですね。とっても壊れにくいっていうのもありますし、通常運転する前、運行前点検っていうのが、まあ、義務付けられているのかなんかね、免許を取るときに教わったような気がしますけども、運行前点検なんて私ナイトライダー買うまではしたことなかったですよね。だからほとんどの人もそうなのかなと思いますけど、どうでしょうかね。自分の所有物に対してメンテナンスをするっていうのは必要だと思うんですよ。例えばこうやって iPhone だってクリーンアップのアプリ使ったりね、なんかなんですかね、こういうふうなコネクターに余計なもの刺さないと思うし、純正品をなるべく使うと思うんですよ。で多少なり手入れをすると思うんですよね。こうやって拭いたりとか。でも車ってなんか洗車する人ですら少ないのかなと思っちゃいますよね。はい、それで今回のテーマなんですけども、信用すること、信じることの危険性ですよね。よくね、久保さんが言うから、久保さんを信じてとかね、吉谷さんを信じてみたいなこと言いますけども、僕ら信じていただくのはもちろん結構なんですけども、だからといって信じることイコール責任を押し付けることっていうふうには考えない方がいいと思うんですよ。信じることをお願いしてるわけではないですからね。こういうこと言うとまたね批判を浴びそうでドキッとさせられることもあると思いますけども、確かに私はね信じてくださいっていうことはないんですよ。何を信じるか皆さん自由で、世の中に信用できる人って基本的にはいないと思うんですよ。ただその人を信頼した自分の選択があっただけなんですよね。ですからネットビジネスが儲かるよって言って、それを信じて、それを言うのを信じて入るっていうのは、実はね考えてみたら何を信じるかを自分が選択しただけなんですよ。だからやっぱりこれがですよ、自己責任ってことですよね。これが自己責任ですよ。だからね、なんかいろいろ煽った後で選択は自己責任でっていうのとはちょっと全然違うんですよ。自分が選んだものね、どんな車を選ぶのかっていうのも自分の選択じゃないですか。セールスマンが家に押しかけてきて、これ売りましょう、これがいいですよ、故障ないですよって言ってるわけでも何でもないですからね。自分でデザインと価格を見て、主にはデザインと価格ですよ。デザインと価格を見て車とかね、他のものを選んでるんですよ。昨日私洗濯機見に行きましたけども、やっぱり、ね、洗濯機なんて数年使わないと買ってよかったか悪かったかなんて分かんないですよ。それを購入前にセールスマンのトークだけで買うわけですから、それはなかなか難しいですよ。難しいんですけども、もしかしたら外れかもなっていうのを込みで車なり洗濯機なり情報商材なり買うわけですよね。だもしかしたら外れかもなっていうのはどういうことかって言ったら、買ったはいいけど活用しなくなる可能性もあるなっていうことだと思うんですね。で私の買ったトランザムっていうのは乗らない可能性があることも十分認識した上で買いましたんで、全く乗ってないですけども、でも全然不満はないんですよ。所有するっていうことが目的ですからね。まあ多くの方から見ればバカバカしいかもしれませんけども、安全に早く遠くまで行けるっていう交通手段としての車の機能を求めてるわけではないんですよ。まあ、ですので今でも思いますけども、運転中にエンジンが止まるってことも覚悟しながら乗ってますんで、慎重にこうねドライブすることになりますし、リスクヘッジをするわけですよ。そうなると故障がないっていうふうに考えるとリスクヘッジなぜかしなくなるんですけども、故障がないって考えてもリスクヘッジをするのがドライバーとしての役目だと思うんですよね。なぜならハンドルを握った瞬間、車を所有した瞬間に使用者責任っていうのがありますから、その車に起きる全てのトラブルはオーナーさんのせいなんですよね。だから自分のせいではないですよってことが言えないんですよ。そう考えると、まあね、厳密な法律はないですけども、何かのね教育に参加する、東大合格塾に入る、学習塾に入る、学校に入る、地域で暮らす、車を買う、情報商材を買う、それを選んだのは誰ですかと、選んだ人の責任はずっとついて回ると思うんですよね。
それをあなたを信じていたのにみたいな感じで自分の責任がないよっていうふうに考えるのは間違いの始まりだと思うんですよ。これからね、いろんなものを選択する機会に恵まれると思いますけども、選択した自分のセンスは正しいのかってことが全てだと思います。この自己責任論を速稼塾ではずっとお話してるわけなんですけども、皆さんどう感じるでしょうか。やっぱり人のせいでしょうか、誰かにやらされてるんでしょうか、どうなんでしょうかね。それでは本日は以上です。